75年が俺もうジュリーのピークだと思ってるんですけど、70年代ね、うんうん、あ75年に炎の肖像っていうのはご覧になりました、うん、あの藤田ピンパチがジュリーファンの間ではもうそれは何常識的な映画なの、日本人の間で常識話題になったん当時なったっけ、もうこの75年当時のジュリーって好きあれば裸になるんですよ確かにね、はい、好きあれば、うん、上半身ね、うん、もうはもう裸になりっぱなしですか炎の肖像は、うんうん、それどんな話なの、これはね、うん、やっぱね藤田ピンパチだからねちょっと面白いんですよ、うんうん、あの8月の濡れた砂とかね、はい、もう要するに素のジュリーのドキュメンタリーとフィクションを混ぜたような作り、あそういう作りなんだ、作りなんで、じゃあジュリーはジュリーとして出てくる、ジュリーはジュリーとして出てくるんですよ、面白い。